今日はロシアのチャンネル気づきによる空洞地球とフラットアースに関する動画の翻訳をお伝えします。学校の授業を通じて私たちはある一定の量の知識を身につけてきました。歴史、物理、科学、宇宙、そして他の様々な知識です。ところが最近になってはっきりしてきたのは、これらの知識のすべてが正しいという状況とは全く違ったということです。公式の歴史が誤った情報ばかりを教えているということを口にしない人というのは、ロシアではもはや怠惰な人たちしか残されていない状況です。ところがそればかりではなく、この世界の成り立ち自体も歴史と同様にそれほど単純ではないということが分かってきました。今日の動画では皆さんに常識的に理解されている世界の様子とは明らかに違った事実を複数ご紹介していきます。この動画の内容が重要と考えられる方は、ぜひ、LIKE ボタンを押してください。また、空洞地球の説とフラットアースの説、どちらが本当のように感じるかも、動画を見た後はぜひコメントしてみてください。その前に、この動画を最後まで見てください。осознание。世界中の様々な民族の神話や伝承では、この世界の地下に知識を持った、さらには私たちよりも高度な知能の存在たちが生活しているという話が残されています。アンティークの古代ギリシャやローマ、古代インドやペルシア、マヤ文明のインディオ、ロシア北方の土着の民族等、これらの民族たちがすべてアースの地下深くに存在している国々についての伝承を持っています。シャンバラ、アガルタ、オポンスコエ王国トゥーレの島、白いリーシたちがインドを訪れた際に隠れた光る山、チューチと呼ばれた謎の民族といったものが伝えられています。これらのすべてが単なるおとぎ話だとすると、あまりにも各地で偶然の一致がありすぎるのではないでしょうか。そして、もしもこれらの伝承に残された奇跡的な国々というものが、作り話ではなく、実際にどこかの時代に存在していたものが伝え語られてきたものだったとしたら、そしてあるいは、それらが現在の世界にも存在しているのだとしたらどうでしょうか。そして実際に全ての民族が突然消え去ってしまった出来事というのは実際に存在しています。そしてそのような言い伝えは世界中のたくさんの民族の民族的な伝承で残されています。おそらくはこういった伝承が存在するために空洞地球の説が生まれてきたと思われます。すでに17世紀の時代にイギリスの天文学者であるエドムンド・ハレーは、その名前でハレー彗星という彗星も残されていますが、一つの仮説を提示していて、それによるとこの世界が4つの球体でできていると主張しています。仮にこの説が突拍子がないと感じたとしても、この動画の閲覧をやめることはお勧めできません。この動画ではさらに驚くべき情報が皆さんを待っています。第一の事実。1692年、ハレーは地球は 1000km の厚さの殻でできていて、その内部には核があると主張しました。その核の大きさは水星と同じくらいのサイズで、内部から地球の内側に熱を送っていると言います。その熱のおかげで地球の内部には固有の動物植物が生息していると言います。ハレーはまた、オーロラが起こる理由として、
地球内部の大気が地球外部に湧き出してくることで発生していると考えました。ハレーにはその説を継承するより最近の同調者が存在していました。1818年4月、クライフ・シムスはアメリカ議会に地球は空洞で内部に居住者がいると発表しています。地球の内部にはいくつもの硬い球体が重なっていて、大きな球体の内部に小さな球体が入っていると述べています。極の地域で12度から16度までの場所が開いているとしています。別の言い方をすると、この地球の空洞世界の内部に入ろうと思えば、南極と北極のそれほど大きくない海溝部分から侵入可能だということになります。また、レオンハルド・ユーレルは、ハレーと同様に、地球内部にそれほど巨大ではない内部の太陽が存在するという説を唱えています。その直径はおよそ数百マイルだとしています。その太陽は地球内部の中心に浮かんでいて、内部の居住生物に必要となる熱と光を供給しているとしています。第二の事実。もう一つの興味深い事実です。1915年、地質学者であり地理学者であったソ連アカデミー会員のウラジミール・オブルチェフは、自身の書籍プルトニウムを出版しました。その中で地球内部への旅についてを記したのです。特徴的なのはこの書籍の主人公は、地球内部への入り口を北の地域、北極で見つけたということでした。そして興味深いのは、現代の研究者たちは、プルトニウムの記述の中で、現代の科学の視点での間違いというものを何一つ見つけることができなかったということです。この書籍が専門家によって書かれたのですから、それ自体は不思議ではありません。ちなみに科学アカデミーのオブルチェフがこのプルトニウムの本の中で述べている仮説は、ソビエト連邦の首脳人たちの注意を引くこととなりました。この件について研究をしているクレスラフスキーによれば、1930年から1940年のソ連による積極的な南極の研究は、ソビエトの首脳人たちがこの狂気的な仮説の真偽を確かめたいという意識のもとに行われたということです。皆さん自身はこのような情報をどう感じるでしょうか。第3の事実。著名な数学者レオナルド・エイレルは、自身の計算を根拠として、地球内部の殻の部分は北極と南極と関連して実際に存在していると想定しました。そのような構造になっていることによって、この惑星の安定性が保証できると考えたからです。第4の事実。熱烈な空洞地球説の支持者として著名なエレーナ・ブラーバツカヤがいました。彼女は秘密の技術者たちの王国が地球内部に存在していると考えました。賢者たちが古代から伝えられている強大な奇跡的な力を保有し、地表の人類の運命を操っていると言います。しかしながら研究者たちや神秘論者たちは幻想を思いついているだけなのかもしれません。それ以外の嘘の科学理論と同様に、捏造しているだけかもしれません。皆さん自身はどのように考えますでしょうか。皆さんの意見をコメント欄に残してみてください。第5の事実。時代とともにある種の秘密の信号を地球内部の核から人類は受け取っています。その信号はアメリカの研究者が初めて発見したのは1999年のことでした。第6の事実。リチャード・バード少将の日記が長年公開されています。バード少将はハイジャンプ作戦と呼ばれた計画の中で、南極の400万平方キロメートルの土地を調査しました。南極調査隊の隊員たちの証言では、研究者たちの結論として地球は極
極の近辺に浮き輪のような形状があると言います。その内部に落ちていくと、北極から南極に貫通している海溝部とつながっていくと言います。これはファンタジーのように聞こえますが、このような説も存在する権利があります。古代ベーダの伝承では、ハイパーボレア、北極、ダーディアについて、その古代文明の一部が地球の内部に入っていったことが語られています。第7の事実。政治家であり、南極研究者でもあったミゲル・セラノが語っています。自由なのは、クド地球が存在しているとする理論と仮説について学ぶことで、私はそれらが多くの神話や伝承で語られている内容の繰り返しや再現に思います。私の持っている結論では、地球は2つの極に内部への穴が開いていて、南でも北でも83度の緯度を超えていく人々は、自分たちが地球内部に入っていることに気づいていません。重力は厚さ800マイルほどの地球の殻の中ほどで安定しています。この地球の殻の内側では、海や森林、山、川が存在し得ます。そしてそこには随分と昔にその土地へ移住した私たちよりも進化した人種たちがいるはずです。その人種たちは神話でハイパーボレアの名前で知られていました。このセラノ氏の論文は2006年に再度出版されました。興味深いことに一方で、これらの研究者たちの証拠や証言以外に、空洞地球と地下のまちまちの国々について、より物質的な証拠も存在しています。第8の事実。1970年に撮影された人工衛星 ESSA-7 による北極の写真です。その写真の一つには、巨大な黒い穴が映されていました。これは本来極があるはずの場所に穴があったという写真です。この写真公開の後に、研究者たちは地球内部の高度知的生命体の存在について議論するようになりました。そしてその地球内部には北極あるいは南極からアクセス可能だと考えたのです。第9の事実。世界全体に広がる地底都市とトンネルの存在。最近のことですが、ドイツの研究者はヨーロッパ全体の地下に地底都市の広範囲のネットワークが存在していると話しています。公式の説では、これらの地底都市は8000年から1万年前から存在しているとされています。現代のポーランド人の研究者であるヤン・パエンクは、地底には完全なトンネルのネットワークが存在し、すべての国々へのアクセスが可能になっていると宣言しています。これらのトンネルは地球の硬い岩盤に掘られていて、焼けた山の地層が固まった様子に似ていて、火山によるガラスのようです。このようなトンネルが発見されているのは事実上世界中です。最も巨大なのはエクアドル、南オーストラリア、北アメリカ、ニュージーランドに存在しています。最も代表的な地底都市はトルコのカッパドキアです。カッパドキアの地底都市はおよそ3000年前に洞窟の国家として創設されたとされています。複数の階層で構成された地底のトンネルによる都市です。井戸や水道も存在しています。都市の広場は数キロメートルほどの広さがある場所もあります。現代では、クド地球の説は、一方の研究者たちは、偽りの科学だと断定し、それ以外のグループは、新しい事実を発見し、クド地球説の信憑性を補強しています。一体どちらが真実を語っているのかは、時間が明らかにしていくかもしれません。
しかし、これ以上にさらに疑惑の目を向けられている仮説も存在していて、その一つがフラットアースです。フラットアースと聞いてすぐに動画を見ることをやめる必要はありません。この説についてももちろんその存在を続ける権利が存在します。まずはこの説を支持する根拠を眺めていきましょう。第一に、船は高い倍率のレンズを使用すると、非常に離れた場所でも見続けることができます。海上では数百キロメートル先のものまで見渡せることがあります。しかし、もしもアースが球体であるのなら、その対象物は球体の向こう側に隠れてしまわなければ辻褄が合いません。しかし、球体の向こう側に隠れてしまうという現象は起こりません。映像をご覧ください。さらに、船乗りたちは 300km やそれ以上の距離の対象物を目にすることができると証言しています。しかし、アースが球体であるとすると、そのような対象物はその距離では隠れてしまいます。二つ目は、飛行機が空を飛ぶ際には、決して地球の湾曲に合わせて高度を調整するということをしません。しかし、もしもアースが球体であるならば、飛行機は高度を上げ続けることになってしまいます。しかし、そのような現象が起きることはありません。第3に、国連の旗には、なぜか北極を中央に置いた平面地球の地図が描かれています。また船乗りたちは方位投影に従って航海を続けます。その仕組みはフラットアースの地図の原則に従ったものです。なぜこのような仕組みになるのでしょうか。第4に、宇宙からの写真はフェイクです。上空からの写真には決して飛んでる飛行機や船が映り込むことがありません。街も道路も工場も映されることはありません。ご自身で調べてみてください。あるいはこの動画の中でも紹介できますが、この地球の写真でも雲がフォトショップのコピペで描かれていることがよくわかります。何のためにフォトショップで雲を描く必要があるのでしょうか。第5に、月や火星の宇宙プログラムはフェイクです。月は地上のスタジオで撮影されたもので、このテーマについては多くの人たちが興味を持ち、よく知られたものです。スタンリー・キューブリックは自身の死の前に、自分が月着陸映像をスタジオで撮影したと述べたと言います。同様のことが火星着陸計画でも行われていると言います。この火星の映像から赤のフィルターを取り除くと、そこには青い空が現れてきます。そしてこのテーマを研究している人たちは、この火星の映像がアース上のどの場所で撮影されているかということを突き止めています。これは北カナダにあるデボン島だと言います。これらの説を信じる必要はありません。皆さん自身で事実を確認してみてください。そしてこの動画のコメント欄にご自身が地球の形がどのようなものであるか、その意見を残してみてください。一般的な地球球体説を支持するコメントは消してしまうかもしれませんので、その点はご了承ください。当チャンネルはこの動画以外にも複数のフラットアース関連の動画を公開しています。そちらはこの動画の概要欄にプレイリストのリンクを掲載していますので、そちらもぜひご確認ください。また、過去に YouTube 上で検閲対象になった動画で、フラットアースを含んだテーマを扱っている、この地球に本当は何が起こっていたのかシリーズは、現在検閲がほとんどないニコニコチャンネルで再公開していますので、こちらもぜひご覧になってみてください。より集めて戻し引き裂いた嘘だらけ
けの地平線よ、愛せ、許すな、今を生きてる。美しい月の音、波の輝きさえ、惑わしの世界の飾りでしかないと、真実を求めてさまよい歩く道、見知らぬ誰かたちが笑いかけて消える。どこまで行けばたどり着けるの？あがき苦しみ抜いて、自分を壊せ、すべて疑えと光はさ。取り払って歩く新世界、本物を見抜いてみせる、ダラルダラル我を導け。伏せられた歴史と見えぬ未来、本物を見抜いてみせる、ララルララル我を導け、この山の向こう